肩ですもんね。まあ素晴らしいプレーですよね。しかし柿沼選手もいいバッティングを見せました。そうなんですね、あの総実打線はですね、今レフトで飛びましたけれど、もう完全にあの逆方向へ打つ狙いがありますよね。はい、まあ、だからこそああいういい当たりがですね、結果的に引っ張ったような形になりますけれども、非常にいい意識を持ってます。あ、タイムリーヒットの磯網ですから、ピッチャー塚本君はですね、思い切ってインコースにやはりストレートを配して打つ必要があるんですね。振らした、三振でアウト、ツーアウトランナーありません。2対0、この磯網のタイムリーが2回の裏に出まして、早稲田実業がリードをしていますが、その後両チームチャンスがありながら得点がありません。ディフェンスで両チームともによく守っています。三遊間割った、2回以降毎回ランナー早稲田実業、4回の裏ヒットの数は6本になりました。左バッターは左ピッチャーということもあってですね、はい、逆方向の意識が非常に総実打線は強いですよね、うん、左バッターはレフトへ、右バッターはライトへ、まあ、基本的にはセンターに返そうとしてるんですかね。あのそれ以上にですね、以上ですか、あの反対方向へ狙ってますよね、うん、ということはやはり塚本君のやはり変化球、緩い変化球が頭の中にありますので、はい、センター方向でも早いですね、タイミングは。あ、もっと遅い方がいいんですね。そうですね。あ、なるほどね。引きつけて引きつけて、これでもあのストレートには振り遅れないんですか。あの平気だと思いますよね、まあ、今の中もですね、どちらかというと変化球を待ったストレート打ちですよね。はあ、はあははあ、ランナースタート、あとバッターに当たったか、三塁いきます。キャッチャーの悪送球、キャッチャーの悪送球です。ツーアウトランナー三塁です。盗塁とキャッチャーの悪送球、送球がバッターに当たったという形になっています。ツーアウトランナー三塁。当てたのはキャッチャーです。ワンスリー、2アウトランナー3塁、ランナーヒットで1塁から盗塁と、そしてキャッチャーが送球の時にバットに当てたようです。ショート桜田、ババ3アウト、早稲田追加点ならず、リフ少し嫌な感じがありましたが守りきりました。2対0の状態が続いて、中盤の5回にゲームが進んでいます。5回にゲームが進んでいます。いただいている応援メッセージをご紹介します。宮城の利府高校に14歳の女性から、私はここまで夢中になって甲子園を見るのは初めてです。利府高校は初出場なのにベスト8なんて本当に信じられないくらいびっくりしています。利府高校の選手たちがここまで来るのにどんな辛い練習をしたかと考えたら、今日も絶対に勝てると思います。利府高校の1回卒業生の方、第1回卒業生の方、40歳の女性の方です。創立から25年、ちょうど25年です。第1回生の私たちは40歳になりました。創立から四半世紀たち、甲子園に校歌が流れた時は感激の涙が流れました。利府高校の皆さんが今日も満面の笑みで校歌を歌うことを心から願い、テレビの前から精一杯の声援を送ります。利府の攻撃です。粘り強くよく守っています。メッセージいただいたように、練習の成果を十分に発揮しています。本当に日頃の持っている力を、木島さん、このチームはよく出しているなという感じですよね。そうですね、あの、まあ、ピンチでバタつきませんもんね。そうですよね。あとやはり点にはつながってませんけれど、はい、毎回ヒットを打って塁上を逃げますよね。あ、そうですね、はい、
3回4回はノーアウトのランナーを送っている。リフアットインコース当たった、デッドボールでまた出ます。小野田君ちょっと気になるのはですね、アウトコースを狙ったボールがシュートして真ん中に入る、はい、まあ、今のボールもやっぱり思ったよりシュート回転でデッドボールになりましたよね、まあ、ちょっとあのこの回転が気になりますよね。ちょっとあの左の肩の開きが早いですよね、ですから思った以上にリリースポイントがホームベースが遠いですよね。ああそうですか、はい、加藤修太に代わって代走布施を起用しました小原監督です。まあ、この場面は確実に送ってくると思いますね。両チームともになかなかいい形で今日はバントが決まりません。できれば1球で決めてほしいですよね、はい、1球というのはファーストストライクでということですね。おっしゃる通りです。打ってきた、面白い攻撃が当たった、弾いた一塁は投げられない、いい攻撃です。リフ意表をついてヒット、いわゆるバスターエンドランのような形になりました。ノーアウトランナー一塁二塁、2点を追いますリフ。5回の表の攻撃、ここからバットを短く塚本、まあ、非常に今のは本当一生意表をつくあの攻撃だったですよね、はい、ピッチャーの塚本うまいこと打ちましたね。そうですね、バットを短く持って長く持ち直すんじゃなくて短いところへ左手を寄せていってという感じで打っていきました。さあここぞ本当に大事なバントになってくるんじゃないですか。ああその通りですね、あの二塁ランナーのピンチランナー、ピンチランナー不正ですね、はい、はい、あまり早く動かないことですね。あ、いいバントです、送りバント決まりました、完璧。ワンアウトランナー二塁三塁、2対0早稲田実業リード。5回の表リフ、バスターエンドラン、今度は送りバントしっかり決まりました。いいコースに転がしましたね。いい攻撃だったですね。さあトップに帰って、ああ木島さんがおっしゃる一番勝負強いバッター、そうなんですよね、あのこの遠藤君にやはりポイントを当てるべきですね、はい、変化球から入ってきます。この辺でも早実のバッテリー、早稲田実業のバッテリーが警戒していることが十分に分かります。まあ、インコースのストレートを投げてきます、これをどうするかですよね。外インコースのボールはもう思い切って捨ててですね、真ん中から外寄りのボールを打つのも一つの手ですね。春の日差しを正面に受けています。インコース浅めのフライ、ファールグラウンドへ、三塁ランナータッチアップの構え、ファウル、2対0。今のはあのちょっと甘かったですね、ボールが、はい、ということは捉えた方が良かったバッターとしてはボールでしょうか。ちょっとあの力みましたね、あ、まあ、本当はそれも紙一重ですね、はい、チャンスリフ、バックホームの体勢、早稲田実業トゥーエンドトゥー、ランナー二塁三塁。さあ今のは1球外側へ外して次のボールですね。小野田土屋の2年生バッテリー、インコースによる土屋打ってくる、切れていってファウル。今ピッチャーバッターの関係どうなんでしょう、どっちが有利なんでしょう。どうでしょうかね、まだやはりピッチャーの方が有利ですよね。外側のスライダー、あるいはもう一回インコースでストレート、まあ、この辺でしょう。土屋は外にミットを低く捉える、フェアだ、見事なバッティング、2対1から同点のランナー帰ってきた、遠藤二塁へタイムリーツーベース、2対2、見事追いつきました、捉えましたリフ。フォークが真ん中に甘く入りましたね、切れませんでした。
ついに追いつきましたリフ。同点でランナーは二塁。最も注目のバッター、木島さんがご指摘になった遠藤のタイムリー。セーフティーバント、いいバントだ、見事内野安打。ワンアウトランナー一塁三塁、完全にリズムが出てきましたリフの攻撃。早稲田実業としてはちょっと間が欲しい感じじゃないですか。その通りですよね。まあですね、今日のやっぱ野田君、決して調子がいいわけではないですよね。はい、背番号9番の2人目としてマウンドに上がる鈴木は投球練習を十分にしています。というのはですね、はい、まあ、再三言っているようにストレートがシュート回転して、まあ、中へ入ってくる、あるいは当ててしまう、ですからやっぱりクニックの策として2連通過はですね、フォークボールを選びましたよね。はい、ピッチャーの交代についてはいかがですか。これはですね、まあ、今の状態であればですね、私はやはりその早めの継投というのも十分に考えられると思いますね。今変える必要はありませんか。それは当然継投の一つタイミングだと思いますよね。そこまで、はい、鈴木君が気持ちの部分で用意をしているかどうかですよね。ワンアウト一塁三塁です。一塁側で投球練習は鈴木は続けています。はい、まあ、今のボールもですね、もうどちらかというとボールでいいというボールだと思いますね。はい、それがストライクになってしまっているんですね。結果 OK ということだと思いますけれども、ちょっと気になりますよね。ヒットとセカンドライナーいずれも芯でボールを捉えています。ババ、うん、インコース。このボールはですね、やはり捨ててもいいですね。ツーストライクまではリリーフに備えます鈴木投手。いずれも過去2試合はイニングが切り替わったところからピンチからマウンドには上がっていません。ランナーが残っている状態からはマウンドに上がっていない2人のリレー。追い込んでからの変化球で決まるというケースがあまりないんですね。完全にこうなんていうんですかね、ボールになりますよね。はい、ストライクからボール、そういう際どいところで変化球は請求されてませんね。もうこの場面ですね、先ほど遠藤君に打たれたフォークボールは使えませんよね。はい、やはりインコースのストレート、これを軸に攻めたいですよね。2エンド2。バッテリーとしてはですね、苦しいですよね。このスライダーがもう少し制球されればボール球を打たせることもできるんですけれども。さあ、ババ当たっています。ランナースタート、見た、盗塁成功。ワンアウトランナー二塁三塁、一塁ランナーもほとんど警戒しませんでした。バッテリー2、3、セカンド経由のダブルプレーもという体勢からセカンドショートが前に出てきました。早稲田実業の守り、2対2、リフが追いつきました。5回の表、アルプススタンドからも大音量の応援が続いています。宮城のリフ見ます。フォアボール、ワンアウトランナー満塁。今1回小野田君は首を振りましたよね。サインに、はい、キャッチャーのサインはインコースのストレートだったと思いますよね。それを嫌ってアウトコースのスライダーで勝負をしましたよね。ピッチャーの背番号9番の鈴木はもう投球練習場ではなくベンチのすぐ近いところでキャッチボールをしています。ワンアウトランナーフルベース。4番の井上、バックホームの体勢は早稲田実業。11打数で6安打、レフト前のヒット1本、あまり落ちませんでした。フォークボールを叩いてのヒット。逆にこのケースは左バッターですから、バッターの井上君は外側のストレート、はい、ここにやはりポイントを置くべきですね。同点です。5回の表、リフの攻撃。外ストレート、このボールですね。ピッチャーの小野田君は左バッターですから、はい、当てる心配がありませんから、逆にこのボール投げやすいですよね。